恐怖えー、っとクラブで MC してる時にヤクザに殴られたことですかねあのー、これあれですもう場所出してもいいですかねあのー、六本木のも今ない6ってクラブで MC やってる時にもう全ちょ正直人いなくて。 楽しかったんですけどすげえ暴れてるっていうか元気なお兄ちゃんたちいるなと思って僕煽ったんですよあのいいねみたいな感じでしたらもうパキッパキになってる役立て <laughs> もう自分が喧嘩売られたと勘違いしてブースに飲み込んできちゃってもう何も言わずパーってそこ鼻いかれちゃってでもう全然話しじゃなくて。 ブースでやり合,ってるやり合うわけにもいかないしお客さんもいるし俺話出ちゃってるし <laughs> あのとりあえず出ようってなってで外で話しても話通じなくてもうじゃあもうそう見えたんならすいませんあの僕の表現が悪かったっすみたいな感じでもうそのまま終わったんですけどでもまあそれで僕は他のなんかの個室みたいなところに待たされてその間にお店の人は返したんですよね。 役の人、で、あのまだそれが超早い時間で2時ぐらいにそれがあってこれ帰ってあの人たちも帰ったからユウと帰っていいよって言われたんですけどまあでも帰ってもなーと思ってもう一回じゃあちょっと俺やりますってその後もう一回 MC やり始めたんですよ。 あのこの辺 <laughs> 真っ赤にやれながら <laughs> 話をいてしたら結構 DJ の一緒にやってた人らが結構感動感動じゃないけどお前すげえなみたいなってよし人もいないけど今日は盛り上げるぞシャンパン入れちゃいましたみたいなってシャンパン飲んだんですけどしたらもう周りがよくなってすげえもうズクズク言うし話出てきちゃうし俺きついな飲みながらみたいな日でしたねあれは怖かったですけど 思い出ですね